本当にありがてえ。さて、春鹿って言うんだ。酒なんじゃない。俺純米酒が好きなんですよ。純米酒が好きで、醸造アルコールがちょっと苦手で、だから純米酒がめっちゃ好きなんだよね。春鹿、早速飲みながらやるか。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。早速飲みながらやるか。そんなことより修理依頼だね。見て、待って、どういう感じなのかな。組み立て依頼かな。ちょっと待ってね。ちょっと一旦依頼はこれがリプシーっぽいね。リプシーとかっぽい感じのムーブメント交換だな。これは61の蓄光がない。なんかつけとくか。61ってどうやるんだっけ。セラーテープはやっぱり粘着弱くていいね。汚れが意外とあるな。これが意外とありますと。文字盤が意外と汚れがあって、文字盤の汚れがあるな。汚れをやっぱり一旦取らないとダメだ。ただの針交換じゃないよこれは。汚れがひどい。でまあ、文字盤の汚れですね、取るとき、まあ、綿棒でやってますけど、こすりすぎ注意です。強くこすると擦り傷みたいなのがつきます。結構綿棒ってダメージ出るので、相当に優しく拭くような感じですね。なのでまあ深追いせずに、まあこれぐらいでやめといた方がいいかなっていうところでやめといてください。深追いすると擦り傷が残ります。強く擦りすぎても擦り傷が残りますので、そこ注意が必要です。こうなんていうかな、さらっと拭くようなイメージですね。まあ、深追いせずにさらっと拭くような感じ、そんな感じで文字盤は拭いてあげましょう。よし、61のなんかないかな。夜光が取れちゃっているので、まあ何かのね、ストックのインデックスと交換しておきました。これですね、インデックスを交換。ちょっと若干夜光の色が違いますね。まあそこは仕方ないです、ストックですからね。まあ、これはこれでちょっとね、諦めてもらうしかないですね。ちょっと若干やっぱり色が違うけど仕方ないね、こればっかりは。でムーブメントもダメだったので2813ムーブメントですね、これをまあ交換しておきましょう。交換も依頼もあったのでね、
交換しておきます。まあ、これになるとまあかなり綺麗になってますね。文字盤の汚れ、そしてホコリ等も除去されて相当に綺麗になってますが、深追いせずに、先ほども言いましたが文字盤は深追いせずに、で傷をつけないこと、これが大事ですからね。ではどんどん残り組み上げていきましょう。この辺はいつも通りの作業ですね。で新品の場合、エトワシを止めるそのビスですね、そこが閉まってますので、まあ最初に緩めておいてあげましょう。やはりちょっとインデックスの色がちょっと違いますね。まあそこは気になりますが、それは仕方ないです。やはりその汚れが少しまだね残ってます。ただこの辺は深追いせずにこのままにしておきましょう。傷がつきますから、まあ仕方ないね、この辺は仕方ないです。でまあケースに入れちゃえば、そのガラスレンズのその反射とともに結構目立たなくなったりしますので、これはケースを見てから汚れのそのね深追いする必要は判断した方がいいかもしれないです。意外とこうね分からなくなるんですから。あとは針を乗せていきましょう。針押しを買ったのでね、針押しを以前に買ってあったので、それで使いましょう。それを使いましょう。必ず針の当たり、針の干渉はチェックしておきましょう。この辺でも何度もまあ擦ってますが、綿棒でちょっと気になる汚れ、まあ取れない汚れがあったので、その辺をちょっとまあ何度も触ってるんですがね、まあ、仕方ないですね。しっかり乗せ終わったら最後に秒針ですね。秒針は手で乗せていきます。よし、ではケースを洗ってこようかな。いいんじゃない、めっちゃ綺麗、綺麗になった。それでスペーサーを入れるの、やはりの残っていた汚れですね。汚れもまあケースに入れてみて目立たなくなったので、これで良しとします。意外とこの文字盤に汚れが残っていても、ケースに入れた時点でそのレンズとの反射というのもなかなか相まって目立たなくなったりしますので、一旦ケースに入れてみると分かりやすいです。どういう風な状況かっていうのがね。よし、そしたらクランプが同封されておりましたので、とまあ、イライジャさんの方で全部バラしてしまっていたようなので、この辺のクランプ関係もこうやってね同封されておきました。こうやってテープなんかでねパーツをしっかり保存してあげてくれれば完璧ですね。いや、ちょっと色違うんだけど、そこは我慢してもらって。よし、いいじゃないの、いいじゃないの。ってことでね、お酒付き、酒を飲みながらね、ありがとうございます。よし、稼働テスト入りましょう。ということで今日はまあこの人自分でこうバラしちゃったみたいで、でまあいろいろこのインデックスのそのほら夜光がないとか、夜光が取れちゃって外しちゃったみたいで、それでいてまた壊れたっていう感じでしたね。なのでまあインデックスはちょっと色がね合わなかったけど、ちょっと若干色味が違うんですよね。白の色味がちょっと違いますけど、まあその辺は仕方ないね、うん、同じものじゃないですから、そこをまあ直してあげて、あとはムーブメントを変えて、でまた組み上げてあげたっていう感じです。こうやってまたね直せば使えますからね。
特に2813ムーブメントですから、な子供直したムーブメント入れ替えてやっていけばね、かなり長持ちっていうか永遠に使えるんじゃない。で今回はちょっとね汚れがありました。文字盤の汚れもあったので、文字盤の汚れは特に気をつけてください。強く擦りすぎると傷がつきます。本当に傷がつくので優しくこう拭く感じです。優しく拭いて取れない場合もありますので、取れない場合は深追いしすぎないことが大事です。深追いしすぎると傷つきます。ね、綿棒って意外と傷つくんですよ。綿棒意外と傷つきますから、なんていうのかな、擦り傷みたいな傷がつくんですよ。だからすごい注意が必要です。優しくやってます。それでなかったらこのハケがあるんですよ。ハケ、このハケ、こういったハケでこうシュッシュで吹きかけながらホコリなんかを取るんですけど、今回みたいな汚れが付着してる場合だったんで、まあ綿棒でね少しこう落としてあげました。だからコピーの場合の文字とか文字のところなんかもこすった日には全部取れる場合もありますからね。それがコピーですから全部きれいになくなっちゃうみたいなとこもやつもあるから、たまに、だから本当に文字盤をね触るときはかなり注意して、擦りすぎ注意です。力を入れすぎ注意で深追い注意ですからね。なんでこうまあ取れないなと思ったら深追いしない方がいいです。それでも取りたいっていうのであれば、まあ傷つけるのを覚悟でねやんなきゃダメかなと思いますけどね。ということで今日はちょっとこの組み立て依頼っていうのもね、こういった場合もね直して使えますから、またね新たに買うよりも直して使っていきましょう。あるものは使う、新たに買うね、それがコピーのね新しい常識だと思ってくださいもらえれば。勝手に言ってますけどね。ということでこうやって日々の作業はねインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。See you.